アロハ、こんにちは。DJ ソワライズメロージャム TV、ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回ですね、イベントダンジョン行きたいんですけど、特殊な津波のリバケーション。これですね、ドクターマグオーバーフロー奥義をゲット。これやっていきたいと思います。はい、ダウンロード OK。サラマンダーちゃん、こんにちは。うわ、ほう、夏ですね。おとと夏だぜ。行きましょうか。はーい、そんな感じで、まずは、一個ずつやっていきましょう。おー、結構ドクターモグセラ。なんかもらえるのかな？もらえるのは強化ソード。音楽もらえるんですね。行きましょう。この音楽なのかな？このスティールパンの音楽、すごいですね。トリニダード箱、そんな感じ。トリニダード箱のソカのカーニバル、そんなのイメージしてやっていきましょうか。でもこれはなんかちょっとレゲエっぽいな。そんな感じですね。はい、新壁とか別に使わなくていいでしょ。難易度見てないですけど、まあ、そんな強くないでしょう。スタミナ3、スタミナ1か、難易度3ぐらいだった今そんな感じですかね。では行きましょう。ルンルン気分で行きましょうかね。ドクターモグのオーバーフロー奥義ゲットしたいんで。音楽いかついな。シードラゴン、ちょっとスピード5にしよう。血の型、おうおうおお、フルボッコじゃないですか。ドラゴンちゃんがもう干物みたいになっちゃいますよ、これじゃあ。はーい、シードラゴン、シーブリーズ、そんな感じ。海の香りをお届けしていく夏の男、常夏 DJ ソワライズです。はーい、でやっていきましょうか。はーい、まず一個一個、これずっとやってなかったんですよね。一気にちょっとやろうかなと思ってて。 OK、 ドクターモグが卵に変更、セラちゃんも卵に変更。ミスリルゲットアザース、次行ってみましょうか。次どんなやつが出てくるのかな、楽しみですよね。こう常夏気分でエンドレスサマー、そんな感じで、僕夏が大好き DJ ソーライズ、夏の動画、海の動画、これがちょいちょいね、過去動画、僕のライブラリーにあるものがちょっとやっていきたいと思うので、見てくれたら嬉しいですね。まあ、ファイナルファンタジーレコードキーパー以外の僕の日常的な、なんだろう、趣味の付き合ってくれる人、本当はもちろんね、興味ない人はガンガン飛ばしちゃってもらって構いませんので、このゲーム実況だけ見ていただいても全然嬉しいので。あ、そう、セフィロスちゃんのこれ武器ゲットしたんだ。はい、そんな感じでやっていきましょう。ちょっとね、海外動画もこれくらいいっぱい増やしていこうと思うんで、エンドレスサマー、そんな感じで常夏なところにしか行かないんですけど、まあ、南国、亜熱帯な街の風景、ビーチ、リゾート、そんな感じ、バカンスな動画ちょっといっぱい撮ってこようと思ってるので、ちょっと夏の、ね、2019年メロージャム TV 盛り上げていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。ではこのイカ野郎を倒していきましょう。あ、なんだろうこれ、すごいいっぱいあるな。バルガニマンだ、2回発動、素晴らしいね。ソラちゃん張り切っちゃって、はい、ビビちゃんいじめないで。はい、ファイラー来たー、バルガニマンダ超好きです。僕ファイナルで6好きなんですよ。お、とどめはまたティファちゃん、ティファちゃんも好きですね。ティファちゃんいいですね。やっぱ、まあ、ユーナ様がね、結構まあ一番いいかなと思うんですけどね。でもティファちゃんは捨てがたい、もちろんティナちゃんも捨てがたい。ちょっとね、幻獣とのハーフですけど、そんな感じでトランス状態でいっていきたいと思います。はい、ミスリルゲット、はい、報酬をガンガンゲットしていきたいと思います。 OK、 なんだなんだ、封印から解放、なんだこのザリガニ、よっしゃー、このザリガニをやっつけたいと思います。まあ、僕エビ好きなんですよね。ロブスター食いたいっすね。はい、そんな感じで僕のね、ストーリーそうですね、インスタグラムチェックしてくれてる人ありがとうございます。いろいろ食べ物僕すごいあげたり、レビューってほどじゃないですけど、どこそこでどこ何それ食べましたみたいな結構あげてるんですよね、ストーリーとか。 OK、 このサソリだかエビだかなんかよくわからないですけど、いやー、つけていきましょう。バルガニマンダー一撃で倒せなかった。はーい、 OK、 でとどめは BB ちゃんで焼きます。最初にね、焼き切ってからちょっとね、急冷して
ちょっとその後にもう一回火で炙る、二度焼きですね。そんな感じで今回はロブスターの踊り食い、そんな感じで一瞬で終わっちゃいましたけど、次はどんな料理になるんでしょうか。行ってみましょう。パルマズジレコードキーパー、トコナッツ、ココナッツ、はい、僕はココナッツが大好きなんですよね。トコナッツ、お、この浮き輪はドクターモグの浮き輪、オバフロー奥義じゃないですか。嬉しいですね。やっぱ報酬でね、こう技がもらえるって嬉しいですよね。強化できますし。 OK、お、ムービーが流れるんですね。す、おお、ビックス、アロハシャツ着ちゃって、ウェッジもガリガリ君食べちゃって、あー、この忙しい時お前たちは少し待っていろ。はーい。おっとおっと、またビックスかよ。ビックス、むさいな。ドクターモグがなんか、邪気放ってますね。ウェッジ。ギククポ。レイバンのサングラスを頭にかけちゃってチャラいですね。デシ君ガツいっすね。みんなも気づいてる、クポ。オッケー、なるほど。それよりなんだ、なんとかなんとか、ドクターモグ、麦わらのルフィか、なんだ、びっくりした。麦わら帽子かぶっちゃって、少年革命家ドクターモグポン、そんな感じですかね。はい、行きましょう。モーグリかわいいな。いや、行きましょうか。うららちゃん出てこないな。それでは進めていきたいですね。はい、行きましょう。ドコナツ、ココナツ、メロージャム TV。お、ジオスゲイの、お、ミスリルもらえる。いいですね。行きましょう。お、シェット。ちょっとなんかいろいろ持ちすぎなのかな。はーい、おっしゃっと、ちょっと持ち物がいっぱいになってるんで、これなんだろう、いるのかな、これいらないでしょ完全に。これもいるのかな、どうだろう、このか髪飾り、うーん、微妙だな。このね、沖縄っぽい感じになるこの部分いいっすね。これいらないでしょ。レイフィアのピアス、石化耐性、台か。台ついてるのってもったいない気がするな。どうしよう。攻撃か。これは。どうしよう。防具。ああ、アーシレジェンドマテリア。これいらないでしょ。ケットシー。ゲットシーもいらないでしょう。セフィロス様のこれ絶対いらないでしょう。これは何でしょう。プロンプトね。これもじゃあ捨てよう。決定決定。はい、しょうがない、こればっかりは。オッケー、閉じる。まあこの音楽が聴きたかったんですよ。それでは行ってみましょうか。ギオスゲイの、お、ちょっとちょっとちょっと待って、波乗りモーグリ、これ速攻使っちゃう。波乗りジョニー行っちゃいましょうか。波乗りピカチュウなのか分かりませんけど、波乗りモーグリ、そんな気分で行きましょう。サーフィン、サーファー、はい、目指すはアラモアナ、そんな感じですかね。ノーショアまで目指しちゃいましょうか。はい、荒波乗りこなしていきましょう。はい、行ってみましょうか。音楽かっこいいですね、ファナルタジー10。はい、波乗りモーグリ行っちゃいますよ。はい、一発目、波乗りモーグリ、おーおーおおお、変なカッパ見てきた。オルチャも出てきた。最後は最後は最後は自分が行っちゃう。強くないな、これ。どうなんでしょうか。ボルディック。はい、オッケー。まあ、あれもらえる、あれが使えるんですよね、きっと。波乗り潜り。浮き輪。あんま強くないな。てか、そもそもオーバーフロー奥義って僕使わないからな。それよりあれですね、今ラインナップにある潜りちゃんの覚醒奥義。欲しいところでしたね。あざーす、ジョスゲーの倒しました。ちょっと面白かったな、あいつ使うの。ボルトロスがスコーン飛んでましたね。スポーンっつって、口
寄せの術、そんな感じですかね。水遁の術からの、はい、今波乗りピカチュウ、そんな感じでしたね。波乗りモーグリ、オーライ、ドロイカザース。次は何でしょうか。すごいぜ、いくよ。あ、クラーケン、クラーケンちゃんか。はい、焼いてやろうかと思ったんですけど、炎が無になってましたね。血も無になってましたね。また波乗りモーグリ、もうこれ使えということですね。使っていきましょう。せっかくなんで波乗りモーグリ、波を乗りこなしていきましょうか。はい、おお、オッケー。早速乗っていきましょうか。ボルディック、波乗りモーグリ、はい、まず変なやつ、はい、オルちゃんで自分飛んでっちゃう。かわいいなモーグリ。やばい、これファイヤー、ファイ、炎系しかねえ。バルガリマンだ、やばい。これも地属性確か効かないんじゃなかったっけな。こいつらでオルちゃん使うべきだった。まあ、言うてももう半分削ってるから次のターンで仕留めるでしょう。はい、トーディススター、はい、厳重ですね。バルガリマンだ、あ、これ使ってこう。あ、でもこれも地属性じゃん。ボルディック、ワン、ツー、スリー、効きません。ボルディックでとどめじゃないでしょうか。瞬間冷却、氷結果汁、そんな感じでイカの姿焼き出来上がりました。はい、コールドストーンみたいにね、マイナス氷点下の鉄板で焼いてあげました。はい、ごちゃ混ぜに、はい、エッセンスに雷もプラスしました。そんな感じのボルディック、ティナちゃんが使うと余計かっこいい。いきましょう。はい、僕余談なんですけど、アイスクリーム好きで、好きすぎてサーティワンアイスクリームでバイトしてました。はい、ノーアイスクリームサウンド、 DJ ソーライズライムスケアサウンドでした。はい、次行ってみましょう。半分ぐらい行きましたかね。半分はもう行ったんじゃないでしょうか。クラーケン倒したんで、はい、パイレーツオブカリビアに出てくるクラーケン、そんな感じでしょうかね。はい、トコナッツ、カイナッツのなんとか、お、セギマもらえる、しかもミスリルマラもらえる。サファイアウェポン、これちょっと強いんじゃないですか。難易度140か、まあ大したことないでしょ。いってみましょう。サファイアウェポン、ここまだ G7 ですかね。インターナショナル、また波乗りモーグリ、もう一回使っちゃう、もう一回使っちゃいますか。じゃあ OK、 常夏エンドレスサマー、そんな夏が大好きな眩しいうるさい男 DJ ソーライズ、行っています。明日も海に行って、はい、クルージングパーティーしていきたいと思うんで、僕のインスタグラムのストーリー見てください。まあ、YouTube の撮影もしようかなと思ってます。はい、ボルディック、連続ファイジャー、バルガリマンダー、そこでもって、こうまた波乗りピカチュウ使っていきましょうか。トロデスタスター、バルガリマンダーが僕、厳重で一番好きっすね。ボルディック、ワン、ツー、スリー、ファイジャー、うわ、効く。フルボッコじゃないですか。波乗りピカチュウ、風特化だったらこれ風船しょって、あれ風の空飛ぶモーグリやっちゃうんですかね。いいですね。お、混乱してる、素晴らしい。ソラちゃん、うわー、ビシャ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 ーなってる。うわー、すごいな。ラスボス誰なんだろうこれ。というかこれどこまで増えていくんですかね。ま、1日1個増えてますもんね。 OK、 OK、 報酬ゲット。夏ですよ、日本の夏は短い、寂しい。はい、もう日本は何だろう、1年の半分以上は夏でもいいんじゃないかなと思ってます。お、ミスリルゲット、アザース、
お、フラグメント星4が50個ずつもらえる。おお、すごい、結晶もいっぱいもらえる。あ、常夏王に化けし水の怪物をクリアしよう。あ、クリアするだけでもう特別報酬もらえるのね。何、炎と雷が弦じゃないですか。まあこいつ、このなんだろう、すっぽんみたいなやつ、バンバクラー。ちょっと強化ソードもらったっけ。ちょっとな、これ、あったあった、オッケーオッケー、これもいっちゃおうか。でも刀はちょっとな、コレクションしたいから。やっぱ日本人ってやっぱ日本刀やっぱかっこいいなと思っちゃいますよね。かっこいいっすよね。ラファエルさんみたいに刀欲しいっすもん。日本刀集めたいな。ここでいやささ沖縄アギジャビオメンソーレ、そんな感じのメロディーから戦っていきましょうか。波乗りもグリー使っていくぜ。せっかくなんでね、使ってみていこうかな。多分あの浮きは使うことないと思うんでね、ドクターモグちゃんの。では行ってみましょう。属性まとい必殺技なので属性まとい効果を発動する。まあ、あいが始まりましたよ。すっぽん、まず波のピカチュウ、ボルディック行くぜ。このサハギンみたいなやつとオルちゃんと自分飛んでいきます。行きましょう。連続ファイジャーで、待って、バルガリマンだからの、あ、で結構食らってる。ちょっと待てよ、なんか知らない、めっちゃ食らっとるやん。おっとおっと、あ、まあ遊びながらやってるとあれなのか、もしかして強くないんで上がってきてんのかな。そしたら次から覚醒とか使っていかなきゃいけなくなってくるのかな。それぐらいないんで上がりますかね。どうでしょう。とりあえず一旦でここまで削ったので、お、いいね。もう一回発動する？おお、ちょっと結構みんな食らって、おお、水ごめんね、ビシャビシャやってる。なに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 、ビシャビシャ出してるけど、どうしたの。おお、でもう一回発動、ソラちゃん素晴らしい。まだ生きてんのか。とどめはティナちゃん、瞬間冷却、恐ろしい顔してんな。はい、今日はすっぽんですね。はい、すっぽん料理で、うちの板さん、板長ティナちゃんが最後にパパッとね急冷したんで、はい、甲羅をさっき逆にもらっちゃったんでね。じゃあ行きましょう、次ラストかな、今出てる中で。お、風もあざーす。決勝は嬉しいですね。これ20個ぐらいもらえたらいいんですけどね。最終的に100個とか使うじゃないですか。1個2個ちまちまやっても大変ですからね。50個、お、またムービーだ。おっと、サンセットビーチ、あ、戻った。もう夕方。うららちゃん可愛らしい顔しちゃって。トトウェチまだアイス食ってる。やっぱガリガリ君ですかね。で、僕シャーベット系のアイスよりバニラ系のアイスの方が好きなんですよね。バニラアイス、アイスアイスベイベー、そんな感じでココナッツアイスが大好きな DJ ソーライズメロージャム TV。 はい、今回のね、この常夏ココナッツ、そんな感じのファイナルファンタジーレコードキーパー進めてますけど、はい、次が最後ですかね、今出てる中では。はい、ここへ来てよかったとなんか言ってます。では行ってみましょうか。はい、ナウローディングからのオーギルゲット、アザース。水のなんと、なんと220になってるね。出たー、クラーケンか、またなんだよこれ。ちょっとあれだな、どうしようかな。雷水属性が強力ね。どうしようかな、僕のちょっとマギアレベルアップパーティーでやってるんですけど、どうしようかな、魔法パーでいこうかな、何か。待って、ごめんなさい、戻っちゃった。炎が効きにくいんですよね。氷の魔法パーティーでいこうかな。
そんな作戦でどうでしょうか。ちゃん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 と魔法パー、風魔法パーティーでもいいかな。使っていこうかな。じゃあこれ使っていこうか。ちゃん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 、いきましょう。波乗りモーグリ、一応これ使う、使っちゃう。はーい、まあ、ティナちゃんにねマギアポイントが触れればいいので。いやー、31日のティナちゃんのイベント楽しみですね。お、音楽なんだこれ。クラーケンバシャバシャいってるね。メルトン、波乗りモーグリ、ダウスだったら水パにしてもよかったかな。夏だし水魔法パでよかったか。そこまで頭回んなかったぜ。はい、メルトン、待ってよ、これチェーンをまずやんなきゃ。というかっていうか死にそうじゃないですか、トルネード。てか死んどるやん、アルビノちゃん死んどるやん。結構敵強いんじゃないのこれ。マリカ、エポニクス、はい、エポニクス生き返らしてちょんまげ、まあ、これでヘイスが入れる感じですね。まあ、壁使えないっていうのもでかいですね。エイシバルファーレ、メルトン、はい、チェインベベ、風神ちゃんのチェイン入ります。ちょっと次の難易度からちょっとちゃんと真剣に組んでやんないとまずいかもね。スピードゴジャーだ、まずいでしょう。ソニックパワー、ガン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 と、もう一回発動してくれるか。メルトンちゃんいきます。ペアルジャー、トルネード、連続トルネード、はい、ペアルジャー全体回復も入ります。素晴らしい。 H バルファーレ、メルトン、シルドラ使っていこうかな。エグソニックパワー、12345、素晴らしいですね。はい、ケアルジャム使っていきます。メルトン、トルネード、ボッカンボッカン、フルボッコ、ケアルジャ、そんでもって全体回復。とどめはシルドラか、それともオニオンちゃんの連続トルネードか、どっちだ。はい、シルドラから来ました。はい、バチコン75000、まずまずでしょう。クラーケンちゃんはもうすごい、もうビシャビシャやっちゃってるから、もうびっくりしちゃったもん。びっくりして最初アルフィーノ死んじゃいましたからね。 OK、 何の結晶でしょうあれは。あ、極大ね。オッケー、お、闇の結晶3個、これは嬉しい、素晴らしいです、ありがとうございます。まあ、とりあえず今出てる中の常夏コースは、常夏波乗りバーケーションはとりあえず終わりましたね。これがどんどん増えていくのかな。バーケーション終わりましたね、ストーリー。はい、浮き輪もゲットしたし、まあ、そんな感じで今回常夏波乗りバーケーション無事終了しました。まあ、せっかくなのでモグちゃんちょっと見てみたいと思います。どんな感じで浮き輪ぶら下げてんのか。はい、メンバー一覧、そんでもって勝負にしましょう。ドクターモグどこ行った。ドクターモグはここですね。はい、必殺技見ていきましょうか。そう、超絶ゲットしたんだった、勘違いしてた。オーバーなんか覚醒奥義ゲットしたのかなと思って迷ってたところで、超絶でしたね。超絶敵修練の聖炎氷、すごいな雷、まあ、結構万能キャラではありますね。まあ、ちょっとオニオンに近いところがあるのかな。オーバーフロー奥義なんか知らないけどゲットしてる、これ今か。まあもらえるものはチェインもね、あ、これももらえるチェインか。モグがどんどんなんかこういう風に育っていくのか。そんな感じでドクターモグちょっと強化できました、ありがとうございます。そんな感じでメロジャム TV チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。 DJ ソアレズでした、ありがとうございます。